よしか。ラスト。3、2、1。よし、行こう。よーし、ということで、ラスト、ジェミーマン、参ります。今、チラッと見えたけど、バブルマンだよね。いやー、3の最強キャラ、ジェミニマンにバブルマンで挑むんだね、俺は。これは苦戦しそうだなー。この、バブルマンのこのガニ股の歩き方いいね、かわいいね。これかわいいね。おっと、オッケー。焦るな。いいんだよ。時間をかけていいんだよ。くわっ!よし。いやー、ほんとにね、3はやっぱジェミニマンが強かったなーっていうイメージが強いから、どうもこの、バブルマンでジェミニマンに勝てるのかっていうのが、すごい不満。あれ?こっちか。あれ?あ、今の右に行くんだったの?あ、そうですか。そうですか。わかりやすくしようよ、そこはさ。ちょっと今の下に行くって思うじゃない、普通。ほっ。オッケー。ほっ。オッケー。慣れたもんですよ、もう。バブルマンもね、もう一回さっきやってますからね。それにしても、相変わらずこのバブルリード、本当に使いづれえな。いや、2の時も思ってたけども。こっちね。え、ん?おお、俺は騙されないぞ。うっ!いっぱいいる。みんな逃げた。おう。そうか。あれ?水の面なのか?水の中に入ったらもう、バブルリードなんてのはもう最強ですよ。おや?ところで、さっきのあの、ジェミニマンいっぱいいたやつは、あんな演出あったっけ?いや、覚えてねえなぁ。おたま!こんなのあったかもな、こういうの。あれ、ジェミニマン、君はボスでしょ。なんでここに出てくんの?あれ?それはないでしょ、絶対。嘘でしょ。出てきたね、今。トンボがシュー、オッケー。トンボがシュー、かき氷。ちょっと待って。このまま行っちゃおう。後ろから、これ、あれ?おい、後ろがガラ空きだぞ。ほっ。なんか、いいアイテムとか、なんか、回復が欲しいな、俺。なんもねえんかい。あっ!なにこれ?なんか泳げる。ちょ、すげえ!バブルマン泳げる!見てこれ!すげえ泳げる!あの、高さ自由自在。なにこれ?面白い!ジャンプ何?よし、ありがとう。すげえ!ほら、自由自在。すげえ。でも、この、水面でチュッてやるとジャンプになっちゃうっていう。この後、ガニ股っていう。だから、君はボスでしょ。途中で出てきちゃダメでしょ。待って。ペンス。おお、自殺したな、あいつ。投進したな。おお。焦るな。ガニ股。ちょっと待って、でもこの、やっぱ、あれだね、この中、水の中がいいね、やっぱ。よし。
そろそろもういいんじゃないか。もう、ボス、なんだこれ。これなんだ？ん？なにこれ？よくわかんないけど、でもまあ、俺水の中の方が俺強いから、まあ水は全開にした方が、あ！減ってる！水がちょっと減ってる！待って、これは、水を溜めて、ガーいって、待って、水を溜めてガーいって、いい缶は欲しい、水ガー溜めて、よし、行こう、このまま行こう、うわ、おっと、もう知らん、水溜めて、よし、このまま行こう、おー、ちょっと待って、水を溜めて、OK、おっと、知らん、よし、行こう、OK、よし、なんだかんだでいい感じに、おー、ジャンプ力、バカか、よし、OK、ということで、ボス前まで来た、3機ね、3機。いい感、あ、いい感1個あるか。ただな。ただ、ジェミニマンだからな。3の最強ボスだな。あれ？ジェミニマンってこんなとこだっけ？ちょっと待って。水を溜めれば。あ、あるな。水溜めればあるな、これ。ちょっと待って。ん？ん？ちょっと待って。なんか、ん？こっちが本体で、あいつはただのクローンだな。右のあいつはクローンだな。本体はあいつだな。いけるぞ、これ。いける。まず水を溜めるでしょ。まずは水を溜めたら、あとは本体を集中攻撃すればいけるんじゃねえか。避けて。避けながら、できるだけ避けながら、本体に当てる。水も溜める。本体に当てる。いや、いける。おりーどうした、ジェミニマン。大したことないじゃないか。よし！さあ、この後はどうなるかってのも気になるとこだけどね。ガニ股。バブルマン、アンロックド。セーブしましょう。ベーシン。ちょっと、この先を見て、やめにしようかな。あれ？お、出た！あ、出た。これね。よーし。いや、懐かしい、この展開。ということで、とりあえず、まあ、一旦ここで切りましょう。はい、というわけで、いやー、生放送の皆さん、熱い戦いでしたね。ジェミニマンどうした？グリーングリーンさん、その通りですよね。ジェミニマンって言ったら3で結構強いキャラでしたけどね。うん。あ、キングさんどうも、こんにちはです。今ね、ちょうど今日の目標まで来てしまったんで、とりあえずは、まあ今日はこの辺で終わりにしようかなと思ってるんですよ。まあでもね、この青色の少年シリーズ、私の実況プレイの中では結構気に入っているものなので、今後もやっていきますので。ということで、ご視聴誠にありがとうございました。なんだかんだで2時ですね。この辺で終わりにしましょう。またやりますからね。お疲れ様でした。